はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。トゥームレーダー5。ああ、言い慣れないね。5を喋りながらプレイの3回目か。はい。よろしくお願いします。ちょっとね、今日はテンションが上がらないまま始めちゃったんで、大丈夫なのかという不安を抱きつつやりますが、ちょっとこの、オープニングですか。ちょっと流れを見てみましょうかね。前回言った通り。でね、言ってる、あれ？違うんだよ。あ、そうそう、ん？そう？これかな？この風景を見たかったんだけど、なぜかデモモードになったと。ねえ、こんな、だったらオプションをここに入れて、デモモードを削除してくれませんかね。デモモードとか、必要だったのかな？あれかな？もしかしてね、中古屋さん、中古屋って言わないけど、昔ね、あった、ね、ゲーム屋さん、おもちゃ屋さんって、ただげ、あ、今もあるか、できるところがあったと思うんだけど、そういうところで、これデモプレイ、わかった、始めようね。そうそう、これはず、延々と流れてるわけではないのか。じゃ、ダメですかね。じゃあ、トライアンマーケット行きましょう。あ、閉まった。コメントありがとうございます。これ、もしかして、ここの、あ、うちのね、俺の PS3 のもう容量がないんじゃないのっていうお話を受けてるんですけど、どうなんですかね。もしかして俺、鉄拳タグ2で、いろいろ着せ替えとかやってるせいなのかな。おお、やっぱ歯車が動き出したぜ。歯車系ですね。あれ？ちょっと足りない。ん？さらに上がっていく。これもう一回やる必要あるよね。ああ、これが作業か。ちなみに？あ、ん？なるほど。確かに、ちょっと面倒そうな感じはするけど、も、1、2。面倒そうだということだけでね、切り捨ててしまう。あそこにも歯車があるな。切り捨ててしまうのは、申し訳がないし、向こうにも行きたいと。距離的には大丈夫でしょう。1、2。危ない。よし。敵は？これ無敵がね、怖いんですよね。あれは何ですかね。何でもいいか。セーブも、容量がさ、2つあれば、十分でしょう。あ、忘れてたよ。セーブの制限するんだっけ？バカじゃねえの、俺。昔の俺、マジバカでしょ。何やってんだよっていうね。何、3回だっけ？おお、回った。なんで？確実に回るは、ん？あ、開いちゃったよ。わあ、すごい。剛力よりは剛力さはないな。あ、なんか、すごい、なんか戦士がいるぜ。これ、ああ、ちょっと。あ、よかった。何にも起きなくて。正直、正直言ってね、ちょっと隙間空いてましたよね、隙間。すげえ隙間空いてたよね。さて、欲を書いて、あそこ、あれを取りに行くか、どうかですよ。ここでね、昔なら、じゃあセーブしましょうかって、やってたんだけど、今回はやらんぞと。マジか。やらないの？あれちゃん。本当に。後悔すんじゃないの？本当に。後悔しなかった。あぶねえ。死んだかと思ったよ。ということをね、今後やっていきますんで、はい、よろしくお願いします。さて、どっかがもう開いたんだよね。開いたんだからどっか行けばいいんだよ。いやー、危なかった。即死かと思ったよ。
いいんだって、ねららなくて。ねららさんが一言でもね、おたけび、ね、叫び声を上げた日にはもう一撃ですからね、即死ですから。あの、ゴリゴリっていう音はしない。ね、するんですかね。ん？嫌な音する？しない？大丈夫？こんな、なんか目に見えたお供え物みたいなの、取っちゃっていいですかね。いただきますよ。マグナムの、リボルバーか。リボルバーの弾と、メリパック。メリパックか。ん？何もできない。登れない。オッケーオッケーオッケー。説明書的なものは？ない。登れない。撃つかい？おっと。ここじゃない。脳天直撃。ん？どこだ？この、ズーム。あー、別にこれはただの飾りか。どこかに撃つ場所があるはずだ。わざわざこの弾を用意してくれた理由がないぞ、そうしないと。登れんのかよ。登れないのかよ。これ押せたりする？押せたりはしない。ずるっと。うん。こういう時は端からだな。端から攻めていこう。なんだ？なんだ？何かが足りないか？アイテムか？バールでも使ってみる？でもな、もし使うとなると勝手に使うからな、この人。いいんだって、登れないんだから、あなた。いいって。押すこともかなわず。なんだかな？何が必要なんだ？まあ、別にテンションが高くても高くなくてもやることは大したことじゃないか。そんなに大暴れするわけじゃないしね、実況中に。逆に冷静でいいかもしれない。冷静なのは構わんが、なんだ、何が必要なんだ。一応登れるか。上があるのか、それとも、壁。ただの壁か。1、2。読み込まないと。面倒な作業がね、あるなんていうね、コメントいただいてるけど、その作業にまずたどり着けるかどうかの問題。心配がね、俺には、何もないか。何かないか？なぜお前は。こっち、これ歯車ですね。で、こちら側に何かあるか？何もないのか。ん？あんのかい？よし、じゃあ、フレアだ。お、このシステム健在。悪くない。お、そして、ここはどこ？どこやねん。よし、大丈夫そうだ。お、ここでバルか。お、すげえ。はっ！なんだ？またネズミかよ、ネズミくん。無敵のネズミくん、勘弁してくれないかな。ちょ、登ってくるもんね。無敵だよね。すごいね。そんじょそこらのネズミとはちょっと訳が違うよ。ゲーム史上最強のネズミなんじゃないか？ちょっと。おい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 。はい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 。ちょっとマジで。このゲームまずいんじゃないかな。
まだセーブできないでしょ。何分？まだ10分でしょ。いいってもう来なくて。打てないもんね。ちょっと。まだ追ってくる？もう追ってこないか。冗談じゃないぜ、やってく。ちょっと外の音なのか、ゲームの音なのかわかんない。ちょ、嫌だな。出た。ちょっと待ってくれ。これでどうなったの？ここが開いたか？何が起こった？だからどうしたっていうのだ。適当に進んでみるか。もう前回進んだところが全然覚えてないからな。ここが知った道なのかどうかもわからない。知らない道のはずだ。水なんか俺知らないからな。またマグナムの弾か。このゲーム難しいかな。難しいっていうか、結構広いですよね、街並みが。ね、ショットガンも手に入るなんていう噂を耳にしましたが、一向にね、出てくる気配ないし、ね、壁は暗いし。うわ、そしてあるのはただのドアとね、壁だよね、本当に。もう今回はちょっとが、ちゃんと明かりの編集したいですね。いつも忘れちゃってごめんなさいね。というけど、まあ、暗いよ、死ねっていうコメントね、いただいてないんで、大丈夫なのかなとは思うんだけど。もう普通にここ行っちゃっていいのかな？多分いいんだろうな。あんまり、まあ、行ったり来たり系ではあるんだけど、まあ、キリがいいから、まあ、13分で、ここ一旦セーブしよっかな。で、ここ、そうだね、ショットガンの弾はあるんだもんね。で、ここからあと1回しかセーブができないという、非常な縛りをね、入れてしまったパート2の R。許せない。これは許せないぞ。大丈夫なのか？ワニワニいなかったか。いや、暗いっすよ。水の中なんかあったかな？あ、通路みたいなのが。あるし、なんか落っこちてるかな？メリバックか？あ、突っかえっただけか。水の中のなんか特別な動きは、特になさそうですかね。酸素バーの減りは、まあ、まちまちか。いいでしょう。じゃあ進んでいきましょうか。ね、進めるうちに進んでおかないと。一歩も、うわ、セーブしといてよかった。まあどうせね、2度3度セーブできるんだからいいんだけど。目があった。どうも。もうやだ、このゲーム。本当に。どうなってんの？早速来ましたね。ありがとうございます。これやばくないか、ちょっと。テンション上がっちゃったよ。そしてこの顔である。よーし、やってくぞ。いやー、これ危ないな。あと一回セーブできるにしろ、あのタコみたいなイカみたいなの黙らせないと、まず。ねえ。この爆捨てっていうか、この、なんつうんだろう。浮き上がった時に、後ろにさ、引くのやめてもらえないかな。ダメですかね。キャンセルは、今できたかな。目と目があったかね。ララさんがね、狙わないってことは、よいしょ。狙わないってことは、俺が狙うってこと？違います。失礼しました。どういうことだ？危ないかな。あー、でもなんかマグナムの弾があるな。狙いってことかな。ね、どうするどうするどうする。
どこを狙っているんだ。あ、こっち見てるもんね。どっか狙ってみる。あ、危ない危ない。あ、狙いつやんのかな。あー、わかりました。目ですね。わかりました。やっていきますよ。さあ、行くぜ。こっち向いて、よし、よし、よしよしよし、素晴らしい。さらばだ。こんなことばっかりやらせてくるのか。わかったわかった。トゥームレーダー5はこういうゲームっていうね。まずもう、先入観を持っていこう。こういうゲームだから。よし。アイテムをよこせ。なんだこれ、オスのマーク。違うな、オスのマークは、なんだっけ、マルスのマークだっけ。マルスって何？ファイアーエムブレムなの？女性のあのメスのマークはねえ、なんだっけ、ヴィーナスだっけ。あー、なんかちょっとマルスじゃないかった気がするかな。いいや、余計なことは言わずに進んでいこう。あ、ちなみにこれ何ですか？アイテムの確認だけしようか。トライアンマーケット。マーズシンボル。マーズ。マーズ。マーズは、何製ですか？マーキュリーが水星。ん？マーズ？なんだこれ？ウッディ？バカするかな。金星がヴィーナス、マーズは火星かな。サターンがセガサターンだから、多分そんな感じだろうな。なんだろうこれ、なんか歯車みたいなのがないとダメそうですね。それとも俺がまず、俺やる？扱えない？はい。何か必要みたいですね。何か必要とはいえ、じゃあこのマーズ、なんだっけこれ。あ、シンボルね。シンボル、シンボル、意味深だな。このシンボル何使う？使いどころがない。この辺？この辺か？まあ、トゥームレーダー4とかを、意思をね、あ、戻れるタイプですね。トゥームレーダー4をやりやすくした、1、2、ゲームだとするのならば、悪いところっていうのはね、極力、ね、削除とかね、修正されてるはずなんですけど、このトゥームレーダーに限ってね、やりづらいところはね、多分やりづらい。ようにしかね、直してないはずなんだよね。直してもやりづらいっていう。まあ何かっていうと、1と。まあさっきみたいにバール自由にね、ここでアクションボタン、ちょっと進めって、この子はもう何に突っかえてるんだ。また見えない壁に突っかえてる。そして俺は今、テレビのスクリーンセーバーに突っかえている。ね、バール、ちょっとアクションボタンを押せば勝手にね、作動されたアイテムもあるし、まあ、中には、自分でね、使うっていうのをやらないと、なんか作動しない、ね、反応しないアイテムも、まあ、あったりなかったりなんで、多分ね、そういうところはね、統一されてないと思うんだよね。なんかシンボル的なものがあるぞ。何かのシンボルがある。なんだろう、鍵かな。さて、ここで見どころ。使えるか？ああ、使えない。そうだよね。そうだよね。まあ、使えると思ったね。俺がアホだった。まあ、いや、使えるとは思ってなかった。わかったわかった。ここでの仕事は終わりか？仕事っていうか、やることは。このマーズシンボルの今度使いどころですね。どこで使おっかな。このマーズシンボルを、
使って歯車を、歯車なのかな、なんかボルトかナットかをゲットして、うー、何何の音、大丈夫で、もう一回あそこに戻ってくる系かな。マーズシンボル使えそうな場所ありましたっけ、今の今まで。それを探すために出るか。今22分でしょ。あ、別に15分15分で やってたわけじゃないのか、俺は。セーブを13分ぐらいでやるとおかしな話になるよな。計算ができない、全くしょうがないやつだ。さて、何もないと。今後ね、なんか打撃武器使えるかもしれない場所が出てくるかもしれないとね、ちょっと楽しみですね。で、で、でだ。あとは何かあったかな、まあね、たくさんコメントいただくんで、ちょっとなかなか把握しきれてない部分、まあほとんどなんだけど。もう一回男性か。もう一回ここ行ってみようか。ネズミは？もういない？いないか。ちょっとあんた。あ、もう使えないんだ。このシンボル、あんたにふさわしいと思ったんですが、いらぬと思うんですか？そうですか。こっちなんかあんのかな？ね、ネズミに邪魔されてちょっと怖くて進めなかったけど、もうちょっとガソゴソやるとなんかあったりするかな。ネズミはいないと。うん、特に何もなさそうですね。迷ったら上か。何分？ 23 分まだいけるね。迷ったら上の精神でちょっと動いてみようか。迷ったら上と言われても、お、この高さは大丈夫なんだな。上なんて何もなさそうだけどね。曇った空だけだもんな。よいしょ。ここはもう歯車がね、作動しちゃってるんで、行き来はできなさそうだし、つかめないし、となると、よいしょ、もう一回ここ登る。なんか嫌な音がする。おい、のぶとい。嫌な音がするのは大丈夫か。じゃあこの辺でまたセーブ、一旦セーブしてぐるっと見渡すか。大丈夫だよね、俺3回セーブするって言ったよね。やめるときに1回と、まあ適当なところで2回セーブするんだから、まあ大丈夫でしょう。じゃああそこですかね。行ってないところはあそこしかないんで。まあ回数的にはね、合法的なセーブ回数ですよね。大丈夫ですかね。お、0時になっちゃった。明日出かける。明日出かけるのになんでこんなクソ寒いんですかね。やってく。マジでついてねえや、本当に。まあ運がいい時悪い時ありますけど、1、2、ある運ゲーの、あぶね。これさっきもやったでしょ。ある運ゲーの男なんでね。リアルでも運ゲーを迫っていく。1、2、でこうするで、めり込んでいく。こいつはウージーの弾じゃないか。でここはどこだ。ここ知った土地じゃないか。降りたら痛そうかな。やめようか。向こうは、うん、これ戻れんのかな。俺頑張って掴んでいける。あー危ないなこれ。あ、こういう画面、あ、大丈夫ですね。1、2、うー、つっかえた、つっかえてない、若干つっかえたかな。向こうにも何かありそうか。
それとも俺は向こうから来たのかな。あーセーブして、すげえセーブして、セーブして衝動に駆られすぎている。ちょっとここ危ないな。この坂にね、俺阻まれる可能性がある。8割の確率で阻まれる可能性がある。1、きつい。で、そしてこれ何も起こらないこの床だよね。いつもだったらこれ落ちるんですけどね、ガバッつって。それはまたもう少し先のお話かな。絶対落ちるからね。なんか運転っぽいかな。ああ、しゃがんじった。まだ操作は慣れてない部分があるな。上に何にもなかったよね。ここだよね、ウージーの玉？おかしくね？なんでウージーの玉があるんだよ。ウージーないのに。おい、お前だよ、お前。なんかちょっと、なんかないのかい？おい、あ、しゃがまないでいいや。うん？なんでマグナムの玉をよこして、ウージーの玉をよこさないんだよ。うん？ショットガンくれよ。ああ。うーんっつって。しょうがないね。うなってもね、何も施してくれないからな、こいつ。なんだ？俺に足りないものはなんだ？まあ、アイテムなり、注意力なり、いろいろあるだろうけど。まあ、わかんないときは、こうやってね、もう一回、同じところをぐるっと。回ってもいいのかもしれないよね。どうせやばそうな敵はいなそうですし。あ、またこれか。また綱渡りするか。綱渡りゲーか。この辺はもう倍速かけちゃってもいいでしょう。よし。これは、あれですか、完全に、ランダムなんですかね。ロープの、その、バランスを崩すタイミングって、なんかあんまり、関係ないように、思えるんだけど。なんか秘密があるのかな。そして、こんなところ、俺は知らないぞ。当時の俺はなぜ、昨日じゃないや。パート2の俺はなんでここを渡らなかったんだ？それとも渡ったのか？怖え。非常に怖え。よいしょ。なんだここは。なんで俺は渡ってないんだ？よいしょ。敵が出てこない。そろそろ敵出てきてくんねえかな。敵が出てくると非常にあのね、大暴れしやすいんですけどね。なぜか俺はここ知ってる気がするんだよね。あ、降りちゃった。やっちゃったかな。やっちゃった臭いかな。あ、ここ知ってる土地臭いもんね、俺。ああ、また同じとこに戻ってきちゃったかな。仕方がない。一旦ここで終わりにするか。ああ、ここがこうなってたのか。あ？ああ、はい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 。ここでなんか拾ったのかな？ああ、なんか前もここ来た気がするよ。あ、完全に来ましたね。何が足りなかったんだ？ねえ、変なボス倒してせっかくアイテム手に入れたのに。マーズシンボル。どこで使うんだろう？アイテムの説明とか出してくれると非常に助かるんですけどね。そこまで親切な、おっと、ゲームではなかったか。それともこれ思いっきりなんか落ちたら
あ、無理だな。高さとか位置的に自由に落ちれる感じじゃない。で、弾はもうどんどん使っちゃっていいみたいなんで。あれ？弾はどんどん使っていい？ってことはこれさ、ウージー弾薬とかさ、ショットガン弾って持ち越されないみたいなんだけど、広い損ってことかな？そんな、マジか。広い損じゃもったいないよね。空いてないところは？なくないか？空いてないところがないのに。空いてないところがないのに、俺には行く場所がない。おかしい。ということは、とか行ける場所があるのに俺が気づいてないだけだ。だいたい俺が迷う場所ってのはそういうとこですかね。ほとんどの人が分かって、ここを開けたい。ここを開けるにはどうすればいいんだ。このマーズシンボルですよね。まず間違いなくマーズシンボルをどこかにぶち込めばいい話なんだが。どこだ。ララさんが三角首。できないね。大丈夫、大丈夫。チュートリアルでできないもんね。そういうことを教えてくれないもんね。何分？ 33 分か。やめなけりゃならないんだけど。悔しい。悔しい。だが、それがいい。そうね、空いてないところはいっぱいあるんだよね。空いてないところはいっぱいあるし、行きたいところは特にないな。行けそうなところがない。もしくは、まあ、もしくはばっかで申し訳ないけどね。この部屋に何か秘密がまだあると。探せてない場所がある。まあ、例えば、レバーしかり。秘密のスイッチしかり。まあでも、ここの部屋に限って、まあ敵と戦っただけだから、そんなに何もないと思うんだけど、あるとしたらこれだけど、何もないもんね。よいしょ。ああ、ご視聴ありがとうございました。